3ラウンド終了。判定見事なグラップリングの攻防でした。青山本、山本に入った。青山本判定3対0で見事44歳山本美宇、朝倉環奈を下しました。今日は本当佐伯君の復帰戦があって、本当一緒に勝ちたかったんですけど、まあ、一緒に勝てなかったんで倍で悔しいかなって感じです。美宇さんと戦えたこと本当に嬉しかったんですけど、やっぱりすごい強くて、なんか憧れを起こせなかったなっていう感じですね。悔しい思いをして強くなってきたんで、腐らずにまたやり直そうと思います。